安全そうで実は危険なもの。自然の枝を使用する。自然由来のものは安全。そう言われるとなんとなく納得してしまいますが、実は必ずしもそうとは言えません。割とよく聞かれるインコちゃんの足の健康のためには、加工された止まり木よりも自然のままの枝の方が良いという話。確かに足の健康のためには、少しゴツゴツしている自然の枝の方が良いのかもしれません。しかしインコちゃんはかじるのが大好きだということを忘れてはいけません。インコちゃんが拾ってきた枝をかじることで中毒を起こしてしまう可能性があるからなのです。自然の樹木には様々な毒性のある物質が含まれていることが非常に多く、ありふれた木であってもインコちゃんには危険なことがあるそうです。さらに消毒が不十分なことで寄生虫がついてしまうということもあります。樹木は厳しい自然を生き残っていくために様々な防衛手段を整えているということを忘れてはいけません。自然のものだからこそ危険ということもあるのです。